2022年2月24日から始まったロシアによるウクライナ侵略は間もなく10ヶ月目に入ったんだけど、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国の支援によって立て直したウクライナ軍が、9月から東部戦線と南部戦線で反転攻勢に出て、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウ市を含むハルキウ州のほぼ全土を奪還し、ドンバス地方のドネツク州とルハンシク州で激戦が続いているよ。また南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川ドニエプル川西岸地域に展開して、州都ヘルソン市を占領していたロシア軍をドニプロ川の東岸に敗退させた後、ドニプロ川東岸地域からヘルソン州を奪還してクリミア半島の奪還まで視野に入れながら、中南部のザポリージャ州の奪還を目指して準備を進めていたと見られているぜ。もうあっという間に10ヶ月だね。当初、戦いはあっさりとロシアの勝利で終わると思われていたけど、実際は予想外の展開になったね。さて今回は、ウクライナ軍がザポリージャ州で攻勢に出ることについてと、国際社会がウクライナのインフラ危機を支援していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍の反転攻勢に焦ったロシアのプーチン大統領は、東部のドネツク州とルハンシク州でそれぞれ親ロシア派武装勢力が独立国家宣言をした。ドネツク人民共和国とルガンスク・ルハンシク人民共和国を承認した上でロシア連邦に併合し、南部のザポリージャ州とヘルソン州もロシア領として併合したのであるが、ドネツク州の他は全てを制圧することができず、国際社会もロシアの言い分を認めず、これら4州はウクライナの領土であるとしているよ。今後、ウクライナ軍ロシアに占領されている地域の完全な奪還を目指すウクライナの奪還目標が、東部と南部のどちらになるのかについては様々な見方があり、9月の反転攻勢の際に南部ヘルソン州で反転攻勢をかけるとしながら、東部ハルキウ州を電撃的に奪還した経緯からヘルソン州からクリミア半島を狙うと見せかけながら、やはり東部のドネツク州を狙っているのではないか?との意見や、東部ドンバスでは現状以上にロシア軍が攻勢に出る戦力はないとして、ドネツク州のバフムートなどで反攻に転じると見せかけながら防衛に徹して、ヘルソン州のドニプロ川を溶かしてヘルソン州を奪還した後にクリミア半島を孤立させる可能性が高いとする見方があるんだ。さらには、ドンバス地方もヘルソン州も陽動作戦に過ぎず、奪還することでドンバス地方とヘルソン州との連絡を遮断することができるザポリージャ州の、メリトポリ奪還が狙いであろうとする見方が高まりつつある中、12月13日にメリトポリ市内で大きな爆発があったとして、ロシア側が任命した行政府のエフゲニー・バリツキー知事がメッセージアプリのテレグラムに投稿しているぜ。バリツキー知事の投稿では、攻撃はアメリカがウクライナ軍に供与している高機動ロケット砲システム、ハイマースのロケット弾によるものとされ、メリトポリ市街にある民間人も利用するレクリエーション施設に着弾して2人が死亡し10人が負傷したと伝えているが、ウクライナ側メリトポリ市長であるイワン・フェドロフ氏は、地元住民からの情報として攻撃されたのはロシア軍部隊が駐留している基地であり、検問所や対空レーダー基地、ロシア連邦保安庁 FSB の拠点などとされ、ロシア兵約200人が死傷したと見られると伝えたね。また、フェドロフ市長はメリトポリ市内に駐留しているロシア軍部隊がパニック状態に陥っているとの情報も伝えていて、詳細は不明ながらもロシア側とウクライナ側のどちらもがザポリージャ州メリトポリ市をめぐって、ウクライナ軍の動きが活発化していることを報じていることから、冬を迎えて地面が凍結し始めたこの時期を狙って、ウクライナ軍がメリトポリの奪還を目指しているのではないかとの見方が広がっているんだ。ウクライナ軍がメリトポリを奪還すれば、ヘルソン州やクリミア半島のロシア軍への陸側の補給路を遮断することになり、アレストビッチ大統領府長官顧問はメリトポリの奪還によって、ヘルソン州の南にあるクリミア半島への道が開けると述べて、ウクライナ軍がメリトポリへの攻撃強めていることを示唆したよ。13日にアメリカのシンクタンク戦争研究所もまた、このところの数日間、ウクライナ軍はメリトポリ近郊のロシア軍施設への攻撃を強化しており、
補給路となっている橋梁の破壊なども行っていると指摘していて、ウクライナ軍の目標がメリトポリ奪還である可能性が高いことを示唆しているね。戦況が少しずつ動き出している中、ロシア軍によるウクライナへの無差別インフラ攻撃は続いていて、14日には首都キーウにイラン製の自爆攻撃型シャヘド13063機が飛来したが、ウクライナ空軍の防空システムが作動して13機全機が撃墜されたとして、ゼレンスキー大統領がビデオメッセージでキーウの防空システムが強力であることを強調したが、撃墜したドローンの破片などの一部が市街地に落下して、少ないながらも被害が出ているらしいな。ウクライナの軍に苦戦しているからって、インフラ設備を狙うのは卑怯だよね。非人道的な行いっていうか、ロシアらしいといえばロシアらしいんだけど、ウクライナ国内では10月から始まったロシア軍の巡航ミサイルやドローンによる、民間インフラを狙った国際法に違反する非人道的な攻撃によって全土で停電が発生するなどして、多くの国民が厳しい冬を迎える前に暖房が使用できないなど生活に支障をきたしているみたい。困窮するウクライナ国民に対して、越冬のために必要な緊急支援を協議するための会合が13日にフランスのパリで開催され、46の国と24の国際機関が10億ユーロ約10億5000万ドル、1450億円を大きく超える緊急支援を確約したよ。この緊急支援はウクライナ国民に対してエネルギー支援や医療、食料支援などに振り分けられ、電力不足については大量の発電機などの提供のほか、電力消費が少ない LED 電球を3000万個以上供与するなど具体的な内容の検討が進められているね。会合にはゼレンスキー大統領がオンラインで参加していて、これらの支援に対して非常に嬉しいニュースであり、感謝しているとしているみたい。また、ゼレンスキー大統領は前日の12日に開催された先進7カ国 G7 においても、ウクライナへの支援が検討されたことについて各国首脳に謝意を伝えた他に、ウクライナは自由のために戦っていると強調した上で、ロシアに不当な侵略を断念させるには軍事復興外交の3つの側面における西側諸国の支援の継続が不可欠だと指摘して、自由主義陣営が結束を示すための特別サミットを開催すべきだとの提案を示したよ。西側諸国では長引く侵略戦争に対して支援疲れを見せる国も見られ、ウクライナにとしては国家存続のための生命線である西側諸国からの支援を継続させるために、その重要性を改めて訴えて支援疲れが広がることを防ぎたいとの思惑があると見られているんだ。確かにここまで長引くと、余裕がなくなってくる国もちらほら出てくるよね。あんまり支援を行いすぎて、自国が困る事態になっちゃうと本末転倒だし、G7 においては首脳会議後にウクライナへの揺るぎない支援と団結を再確認するとする声明を発表して、ウクライナのインフラ復旧や防空能力の向上に協力することを表明したほか、ロシアのプーチン大統領らの責任を問うことを強調し、核兵器の使用をほのめかすロシアの脅迫に対しても非難し、一刻も早く侵略を終結させるようロシアへ呼びかけたんだ。日本の岸田首相は G7 から帰国後14日に、ウクライナのコルスンスキー駐日大使やウクライナ支援活動を実施している超党派議員連盟のメンバーらと総理大臣官邸で面会し、議員連盟からディーゼル発電機4台と寄贈することをコルスンスキー大使に伝え、日本はオールジャパンでウクライナ支援を行うため、この取り組みを後押ししていくと述べて、政府もさらなる越冬支援を進めていく考えも伝えたよ。一方ロシア政府は、こうした西側諸国がウクライナ支援で結束を強めていることに対抗するため、年末にプーチン大統領と中国の習近平国家主席とのオンライン首脳会談の実施を調整していることをペスコフ報道官が明らかにしているな。また、アメリカ政府はロシアが接近を図っているアフリカ諸国との関係強化向けて、12月13日からアメリカ・アフリカ首脳会議を開催し、アフリカ諸国に対してアメリカの存在感を示そうとしており、ウクライナ侵略における国際世論獲得に向けた、西側諸国とロシアとの綱引きが激しくなっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。